これから2020年度青山学院大学社会情報学部人間科学概論第12回の講義4つ目の講義配信を始めたいと思います。第12回では心理学と経済学の融合というテーマの講義をしています。この最初の講義配信において意思決定ということに少し言及を ししましたヒューリスティックスバイアスアプローチについてのエモス・トバスキとダニエル・カーネマンの論文の中にある、うん、文章をいくつか引用しましたでその時のこの最初の文章ですね、えー、最初のところに「メニー・ディシジョンズ」っていうふうに書いてありますね多くの決定ということが、えー、不確かな 事象についてのもっともらしさについての信念に基づいているということが書いてありますね人が何か確率の数学の問題のが解けないっていうことぐらいはそんなに大したことじゃないのかもしれませんけれども多くの意思決定というものがアンサートニベント、えー、つまり確率的な事象ですよねこの確率的な事象でのもっともらしさ あるいは確率といったものについての人の考えに基づいているんだとすればその人の確率判断ということが歪んでいれば意思決定も影響を受けてしまうということになりますよね。そこで今回はこの4つ目の動画配信ではここから人の意思思決定ととといいいいうことを扱っていきたいと思います意思決定における非合理性ですね。 意思決定ではある選択をした時にその結果がどうなるかということは一般には不確かですよね結果が確率的であると言えますもちろん数学の問題のようにこういったあの選択をすれば確率いくつでこうなりますっていうように確率が明示されているわけではないですが不確かな状況ということになりますでそんな時にどれを取れば一番良いのかという判断を我々はするはずですね まあ前回、人は必ずしも自分の利得を最大化をしているとは言えないという最終提案ゲームのデモンストレーションを示しましたけれども、そうは言っても、どちらがいいですかねっていう時には、人にとって好ましい方を選んでいるはずですね。何らかの意味で、こちらの方が好ましいというように考えているはず。その好ましいという判断は、利得と言われるものを判断しているというように、 この意思決定の文脈ではあの言われますね利得の判断をしてその利得の大きい方を選ぶということになります さてではここで2つの問題を取り上げたいと思います。これは事前に授業の前に皆さんに回答してもらった問題ですね。えっと、2万円もらっていると。現在2万円もらったところだと。でそれで次に以下の選択肢のうちどちらかを選ばなくてはいけない。意思決定ですね。意思決定を求められています。どっちを選びますかと。確実に5000円をもらえるということか、確率25%で2万円をもらえるが、75%で何ももらえられない。こちら、どちらがいいですかということですね。 もう一つ考えてもらいました。問題の2。今4万円もらいましたとで。次に以下の選択肢のうちどちらかを選ばなくてはいけません。どちらがいいですかで確実に罰金1万5000円を払うというのと、確率25%で罰金を免除されるが、75%で罰金2万円を取られるという、この2つを考えてもらいましたね。さて、それで皆さんの結果、そうですね、最初に皆さんの結果から言いましょうかね。皆さんの結果っていうとこのようになっていまして、 最初の2万円もらっていて、えー、さあ次どうするかという状況ですね。えー、この時には1番の確実に5000円もらえるという方を選ぶ人が7割ぐらいいますね。えー、と勝負にギャンブルに出る人は30%弱でしょうか。まあ、27%ということで少なくなってますね。 でそれからもう1つの問題の方ですけれども今4万円持っていて確実に罰金を払ってそれで許してもらうか勝負に出るかというんですがこれ勝負に出る人の方が多いですね。 えっと、確実に1万5千円払って終わりにしようではなくて、もしかすると2万円取られちゃう。まあ、その方が確率高いですね。確率75%で、えっ、ー、と、まあ、1万5千円で良かったのに、さらに5千円余分に取られるっていうことなんですが、まあ25、25%で免除されるなら勝負しようかという人。まあ、こちらの方が多いですね。6割言いますから、多いということになります。ただ、これは、あの、ちょっと不思議な話なんですよね。えっ、ー、と、では、スライドに戻りまして。 これは皆さんの先輩は10年以上前の先輩になりますかね。えー、その人たちが08年には、のカリキュラムでは社会情報入門1という名前の授業があったんですけれども、その時に、えー、回答してもらった。 結果ですねでやはりまあ皆さんの結果と同じですけれども、まあ、よりこちらの方がはっきりしていますかねえっ、ー、と質問1っていうお金が増えるっていう状況では確実に5000円を取りに行く人の方が多くてえっ、ー、とリスク回避今からお金をこう払わなきゃいけないっていう時には勝負に出る人が多いという結果になっていますで少しこれが不思議ですねというのは 実はどちらのの課題ででも選択肢の意味が同じなんですよ一番の方を最初の選択肢を選ぶとこれは手元に確実に2万5千円が残る確率1で2万5千円残るということですねその選択で2番目の選択肢を選ぶと確率に75%で2万円が残り確率25%で4万円が残るというそういった選択肢になってるんですね だから実はどちらの課題でも選択肢の意味は同じなんですね。これ第2の選択肢のは確率的なので期待値を計算しますと2万5千円になります。期待値の計算2万円かける4分の3と4万円かける4分の1の足し算ですね。これで2万5千円になります。でそれだから同じ選択肢の意味なのに人の行動がひっくり返る。 ですね、もちろんあのみんながそうするっていうわけではなくて、えー、こ,のこのように全体として全体の傾向してとしてその選択がひっくり返るんですね一般にはお金が増えるなら増える状況ならリスク回避ということで、まあ、勝負に出ない5,000円をもらってそれでよしとするとで損をするんならリスク追求かなり大損しちゃうかもしれないけどお助かるかもしれないので、えー、損をするならリスク追求しようと。 というようになりますで、このように、えー、利得と損失の間でこのリスクの指向性が違うということを反射効果というふうに呼んでますで、これ自体は別に何かそのまあ、ちょっと不思議な感じはするんですけれども何かこう経済学が仮定してきた合理性に対して何か疑いを挟むこれが合理的でないということではありません状況が違えば、えー、っと何を求めるかが違っても構わないわけですね、えー、ので、えー、っとこれは これ自体が何かこうおかしい日頃だというわけではありません。で、ここで考えたいのは、えっ、ー、と、じゃあその利得を何に基づいて判断してこちらが良い というですね、ことをあの好ましい方を選んでいるのか、履歴を何に基づいて判断しているのかということです。これ明らかに期待値ではないですよね。つまり期待値を計算しているっていうんであれば、これどちらも期待値同じですから、えっ、ー、とまあ、どっちでも構わない、えー、ということで、まあ、それはどちらでもいいですよっていうんで、まあの適当にどちらか選ぶ。 そうすると、まあ、先ほどの実験をやれば、半分ぐらいの人が1番を選んで、半分ぐらいの人が2番を選ぶと。どちらの、問題1でも問題2でも、そういった結果になるだろうと思うんですね。でも、まあ、そうなってないんで、期待値計算して、判断してるわけじゃないということになります。じゃあ、何やってるかっていうんですけども、これは、経済学の伝統的な考え方では、期待効用を計算してると考えられてるんですね。期待効用理論。期待効用というのを計算してるんだと。 えっと、期待値の計算では5000円といった金額をそのまま用いますよねの確率の計算では先ほど簡単に示したように5000円といった金額をそのまま用いるんですが期待紅用の計算では5000円の紅用を考えますえつまり5000円といった金額の嬉しさとかです、ね、個人的な価値っていうのを計算するだから5000円そのままを計算に入れるんではないんですね で、紅葉であるっていうことで、関数のように、関数 fx のようにですね、u、公用は英語でユーティリティと言いますので、その u を取って、u の5000円というように書いてます。これが5000円の公用、つまり5000円をもらった時の嬉しさ、5000円の嬉しさということですね。でそうすると、離得状況の場合、確実に5000円をもらえるっていうことはですね、期待公用、その時の期待公用は5000円、u の5000という、その5000円の用のにかける1。ここはの 期待値の計算と同じで確率の掛け算をするんですね。これが選択肢1の紅葉、期待紅用で選択肢2の場合には、2万円の紅用に確率0.25をかけ、0円の紅用に0.75を、確率0.75をかけますで。0円の嬉しさ、紅葉を0というようにしますと、これは2万円の紅用の0.25倍ということですね。 で、この状況で選択肢一番、確実に5000円もらいますということを選んでいるということは、5000円の紅葉が2万円の紅葉の0.25倍よりも大きいということですね。ここで紅葉を考えていることがやはりポイントですね。えっ、ー、と、金額そのままだったら2万円の0.25倍は5000円に等しいわけですけれども、等しいではないですね。紅葉で考えているので、えっ、ー、と、これを 2, 2万円の紅葉の0.25倍、2万円の紅葉の4分の1は5000円の紅葉よりも小さくなっている。 でそうすると、紅葉の変化っていうものが、金額の増加に、金額と紅葉の関係がどうなってるかっていうと、このようなグラフで表される、直関係になってるはずなんですね。えっ、ー、と、2万円、横軸が金額ですね。縦軸紅葉です。で、2万円の紅葉の4分の1っていうのが、5千円の紅葉よりも小さいといううに、 ということはこのようにだんだん金額が増えるに従って紅葉が頭打ちのカーブになっているはずですよね。これが利得状況での紅葉関数というものです。じゃあ損失状況ではどうかっていうんですが同じように考えます。えっ、ー、と1万5,000円、円。あのここの中に今円と入れとくべきかな。 えっと、円が抜けてますけども、1万5千円の紅葉、マイナスですね。マイナス払えるんで、マイナスの紅葉をかける1っていうか、それから、損失状況、確率2.0.25で0円で済むけど、0.75で2万円取られちゃうということの紅葉の計算、このようになります。で、この時にもう2の方を選んでるっていうんで、紅葉の代償を比べると、えっ、ー、と、マイナス2万円の紅葉の0.75倍という方が大きいという、 雇用が大きいといととうことになります負の値になるとちょっと話が難しいんですけど選択肢2を選ぶということは、えー、とまあ両方ともマイナスの値なんですがあ0に近い方まあ、マシな方ですねマシな方っていうのは、まあ、どれを選ぶかというんですがそれはマイナス2万円の雇用の0.75倍という方がマシだということですね。 えっと、そうすると、マイナス2万円の紅葉の4分の3は、マイナス1万5千円の紅葉よりも大きい。ちょっと大きい、小さいって言い方がマイナスの世界なんで難しいんですけども、グラフで見ると簡単かな。ま、こんな感じで。マイナス2万円の紅葉の4分の3っていうのが、マイナス1万円の紅葉よりも大きい。つまり、こう、ダメージの少ない側ですね。上の方。ま、両方ともマイナスなんで、嬉しくはないんですけれども、しかし、 マイナス2万円の紅葉の0.75倍というところは、えー、マイナス1万5千円のその紅葉よりも上側に来てますので、上側に来てますので、えーまあ、こちらのマイナス2万円かける0.75ということの意味になる選択肢を、勝負の選択肢の方を選ぶということになります。まあ、これは、あの、それだけの話で別に何の、先ほども言ったように何かこう合,理合理的でないっていう話ではないんですね。 で、こうした、あの、期待効用理論。人が、こう、期待効用理論に基づいて、利得を計算し、利得の大きいものを好んでるんだ、という、そうした、あの、そちらを選考するんだ、と。選ぶ、あえっ、ー、と、選ぶ、好むで先行、で、選考と読みますけども。えー、そちら、あの、期待効用理論の基本的な主張ですね。えー、とこれは、まあ、経済学での基本的、標準的な人間観となりました。人が、こう,いう、どんなことをやってるか。つまり、期待効用を最大化させるような意思決定者なんですよね、と。人は。 それはだから、期待雇用を最大化させるように振る舞うような合理的な人間が経済活動をしているという、そういった考え方なわけです。これは期待雇用理論に基づいて人が行動するというのが大きな前提で。ところがですね、この期待雇用理論の原則に矛盾する事態、事例があることがいろいろ分かってきました。 これだいぶ大きなダメージだと思うんですね。期待雇用理論っていうのは非常に大きな土台だったはずなんですが、その原則の部分に矛盾するケースがありますよとで。こうした矛盾するケースのことをアノマリーっていうように言うんですね。で代表的なアノマリーとして、あれの逆説っていうものとフレーミング効果っていうものがあるんで、これを紹介しておきたいと思います。 えっと、あれの逆説は先ほどと同じような状況なんですね。選択肢を提示してどっちがいいですかってやるんで、えー、確実に100万円をもらうっていうのと、先ほどよりちょっと確率が細かくなってますね。選択肢 B のところ。確率0.1で250万もらい、0.89で100万円もらって0 0 1何にももらわないと。 で、ここは一般には選択肢 A の方が好まれることがあの多いようです。これはまあ実験の結果ですね。で、それで期待効用を計算すると、100万円の効用の0.11倍は、250万の効用の0.1倍よりも大きいという関係がどうやら成り立っていると。まあ、だから、こう1番の A, A の A を選ぶ、選択肢 A を選ぶということですね。 もう一つ今度 C と D という組み合わせです。0.11確率0.11で100万円もらい、確率で0.89で何ももらわないっていうのと、0.1で250万もらって確率0.9で何ももらわない,っていうんで。でそうするとこれはあの D の方が好まれる。 ですね、選択肢 D が一般には好まれるんですが、えっと、ここでですね先ほどと同じように期待紅用の計算をすると先ほどと同じ式が出てくるんですけどただし符号が、えー、不等号の向きが逆になるんですね、えー、不等号の向きが逆になりましてこの D の方が選ばれるんですけども、えっと、そうすると250万の紅用の0.1ってやつの方が100万円の紅用の0.11倍よりも、えっと、大きくなるんです。 とということになるんですがでもさっきの計算では違いますよねと不等号の向きが違ってたはずっていうんで、えー、っとこのように矛盾が生じてしまうんですねだからこれはあるの逆説というように言います R の逆説こんなように見ても分かりやすいと思うんですね選択肢 ABCD という A と B が1つのセット C と D が1つのセットですで確率を全部で100になるように分けましたでこうしてやるると両方の問題に使えるんですが えっと A はえっ、ー、と確率1で100万円もらえるっていうんでえっ、ー、と,と0.1と0.01と0.89のところに全部に100万100って入ってますね結局あの足すとまあこれだから問題を分解してますが確率で、0. 0.1で100万0.01で100万0.89で100万ですって言ってるのは結局それを確率1で100万1で100万っていうことですねっていうんで分けて書いてますで確率 B のあえっ、ー、と選択肢 B が0.1で250万で0.89で100万ってことですね。で0.01のところは、えっ、ー、と、まあ、もらえないということですね。うん、はい。 で同じように C と D もこのような表に整理してやりますと、えっと、これがですね気体公用理論での独立性公理といわれる公理ですからねこれはあの無条件で正しくなきゃいけないんですがそこに違反してしまうってことになるんですね A と B っていう組み合わせと C と B という組み合わせをよく見てください違うのは一番右の列のところに100って入ってるか入ってないかだけですよね えっと一番右側の0.89っていうところを無視すると AB っていうのと CD っていうのは全く同じようになっているわけです。100100A のとこが 100100C は100100 100 100 100で B は250と 0D は250と0全く同じようになってますね。えー、そして期待効用の独立性効率っていうのはこのど,れがいいですどちらがいいですかどれがいいですかっていう選考の順序っていうのは、えー、全ての選択肢に共通の帰結を加えた前後でも変わってはいけないいう っってていうことになってるんですね。まあよく例え話で何かこうものを食べる時にですねうんとそうですねソフトクリームにしますかアイスにしますかっていうんでまあ、ソフトがいいって選んだらじゃあ,あのジュースつけるけどって言ったら別にジュースつけようがつけたってその同じものが加わっただけなんでえソフトクリームの方がいいっていうんだらそれ変わっちゃいけないわけですね。でところがなんかジュースつけたらあのじゃあやっぱりアイスにするみたいに変わる っていうのは、えっ、ー、とそれはこの独立性交流を破ることになってしまうわけです。で、これを見ると、えっ、ー、と A、B と C、D っていうのは、あの C、D から見た方がわかりやすいですかね。C、D のところで A、B のところに。 ととと比べるとですね、100 100っていいううのがこう両方とも同じようにくっついただけですよね。だから C っていうとこの一番右側に100って入れて D っていうとこの一番右側に100って入れれば、えー、とこれは A と B っていう選択肢になるわけですから両方とも同じあの C と D っていう選択肢に対して同じものを加えただけなんですね。だからここで、えー、同じものを加えただけだったらジュースつけるよって言っただけなんで、えー、と先行順序だから変わっちゃいけないんですがこれ変わってしまってるんですよね。だあれの逆説はこの行為が成立してないということになります。 もう一つの,あのマリーの例として有名なのがフレーミング効果として知られるアジア病気問題ですね。伝染病が流行して600名の命が危険、危機にありますと。どちらの対策を選びますか ?400 人が死ぬっていうのと、確率3分の1で死者0だけども、確率3分の2で600人が死ぬ。どっちに選びますかで、多くの人は B の方を選択する。んだそうですね。これはまあ実験ですけれども。死者0の可能性がある方。 まあ全員が死んじゃうんではなくて3分の1でも助かる可能性がある方をまあ選ぼうというんですかねただし確率3分の2でもっと全員死んじゃうんですねえー、んですけれどもあ400人死ぬって言ったのは600人もちろん400人ですねさあそれでまあ多くの人は B を選択するんですがえっ、ー、とこちらはどうかですねこれ見てもらうと分かるんですけれどもえっ、ー、とこれ問題文同じです状況全く同じです で、選択肢が違ってるように見えるんですが、これ実は同じなんですね。600人いて400人死ぬんであれば200人助かるわけですよね。だから A のところは単にそのままの意味で200人助かると言ってるだけです。言い換えてるだけですね。えー、っと、それから確率3分の1で死者ぞれで3分の2で600人が死ぬって言ってるんで、えー、っと、これを3分の1で600人が助かってですね。 え、死者ゼロだから600人助かるんですよね。3分の1で600人助かって、3分の2で全員死んじゃう。ですよね。誰も助からない。というように言ってるだけです。助かるっていう言い方に、死ぬのところが助かるにこう変えてるだけですかね。なんですが、こうすると、今度はですね、C を選ぶ人が多くなる。200人助かる。さっき、いや、同じ選択肢で D 選んでたじゃん。それが C 選んじゃう。 客観的に全く同じ問題のはずで、言い方を変えただけなのにですね、えっと、200人助かるっていうか、400人死ぬっていうかによって変わってしまうっていうんですね。これもやはり、経済学での大きな 前提に違反をしていまして、合理的な意思決定者は同一の決定場面において常に同じ選択をしなければいけない。一貫性がないといけないって言うんですね。同じことを求められたら同じように答えないと、えー、さっきの答えと違ってしまっては同じ問題に対して違う答えを出すっていうんではそれは合理的でゃないわけですね。でところがあの人は先ほどのように表現が変わるとですね、えっと選択が変わってしまうことがある。 で、さらにまあ面白い実験として、このフレーミング効果っていうんですけども、このフレーミング効果っていうのは現実の生活に入り込んでるかもしれません。75%の赤身のひき肉っていうのと、えっと、25%脂肪のひき肉っていうものとを比べるっていう実験があるんですね。これはあの、同じ意味です。赤身と脂肪からひき肉できてるんで、75%赤身っていうふうにまあ表示してても、25%脂肪っていうふうに表示してても、これ同じことなんですけれども、これどっちが 高品質かっていう判断をしてもらうとですね75%赤身っていう方が高品質っていう,うに判断されるとでそれからあのさらに食べてもらう試食してもらうってことまでやってるんですがそうするとその美味しいってされるのが75%赤身のひき肉って全く同じなんですよ同じなのに今こうなってしまうということですねはい、えー、というわけでまあ、意思決定の場面において、えー気,えー、気体効用理論っていうことが経済学での大きなあこう 柱というか土台だったわけですけれどもどうもそれが怪しいということになってきたわけです経済学でのこの規範理論期待公用理論というものがですね実際の人間の行動を説明できないんですねでここでえー、っとどう一つの考え方として期待公用理論っていうのはですね合理的な人間のはこうあるべきっていうことを言ってるわけですからこれはあの あるべき理理論、論つまり規範理論っていうんですね人はこうでなければいけないというあのこうあるべきだっていう,うそういった理論という位置づけで考えたらいいんじゃないかと期待公用理論っていうのはあの規範理論なんだと合理的な人間が振る舞えばの振る舞いはこうであるべきですという,う、まあ、そうした正しい理論正しい理論というか正しい行為はこうだということを言う理論ですね。 でその一方で、でも実際こうしてますよと。でも実際の人はこんなことをやってるんですよという記述理論が必要だろうということですね。でこれはのヒューリスティックバイアスアプローチっていうのは当然その一つでして、えーと、そういったところから生まれた行動経済学っていうものが、えー、と記述理論としての力を持つわけです。人は実際にはそのことをしてない、こうやってるというのが記述理論ですね。 それで、まあ、記述っていうときには単にこう、あの、こういうことをやってるっていうだけ、えー、の、まあ、ことだけというか、そういうことを述べることを記述理論っていうんですが、さらにこう、説明ということを求めるられることもあります。人はこういうことをやってるんだっていうところのは記述なんですけども、えっ、ー、と、人はこのような、あことを頭の中で計算をするので、こんな振る舞いをするんですっていうように、まあ、人の行動や意思決定、判断をですね、なぜ人はそのように振る舞うのかということの説明、 これも重要です。記述理論と説明理論っていうのは分けて考えることも多いんですけれども、ここでは区別しなくても結構です。そういった記述の理論、人の行動を説明する理論というのが必要だということになります。これについては最後の動画ですけれども、プロスペクト理論についての解説をその次の最後の講義配信で行いたいと思います。